ルルナイの国、俺たちの国がそう呼ばれていたのは今は昔の話。かつてルルナイたちが仰ぎ夢を馳せた天正の楽土には異教の魔剣が飛び交う。かつてルルナイたちが肩で風を切り歩いた街には金獅子がふんぞり返り歩く。だがかつてないネクロの危機に立ち向かう者たちがいた。それはルルナイ、いや N 戦士たちだった。これまでの長いあらすじ。宇宙の星々には共鳴という星の生命力とされるエネルギーが存在する。地球ではカシムとも呼ばれている。そのエネルギーの影響を受けて生まれた双極の生命、フラグラ。フラグラは幾度もの生死の中、終わりのなき苦しみの果てに無数の引退者を生み出した。その一人はケルヌンノスたちの師であり、天正のラコドで共に活躍した撲滅の兵団長でもあった。己ごと世界を消し去ることを望むフラグラは全宇宙を相手に戦争を仕掛ける。ネクロの人々はこの大いなる陰謀に必死で抵抗した。激しい戦いの末、カシムとその仲間たちの力によって魔人フラグラはナーフの渦の中に消えた。この時ナーフを行うために力を使い果たした気候の解放は長き眠りについてしまう。戦いを終えた進化ネクロはそれぞれに使命を抱き、それぞれの道を歩き始める。そして2週間の月日が流れた。ミニゴブはスージーを山札に戻す方法を探し始め、レイダーは進化ネクロに残った。一方ケルヌンノスはアルバハ復活を予見し、各地に散らばる PP の噴出地点である終焉の地を巡った。アルバハの因子は地下深く進化エルフの中で生き続け、ナーフ後肉体を再構築させ終焉の地にて蘇る。急速に退化していくフラグラを連れさまようケルヌンノス。ところがウィッチの残党を率いるアシッドゴーレムによって新環境は壊れてしまう。環境が秘術に独占されぬよう彼から渡されたギルネリーゼだけがケルヌンノスの手元に残った。秘術ウィッチはフラグラの完全な消滅、ひいては自分たちのスタック消費を安定させるべく地牛の共鳴ネメシスを狙う。天正のラクダートでは兄弟子レイコンの統率を使い、不完全ながら不死の体となったルルナイと再会。秘術ウィッチの狙いを阻止するべくケルヌンノスとルルナイは極点流明を目指す。極点流明に戻ったケルヌンノスは成長したレイダーやミニゴブに気づくも声をかけられずにいた。初代総理大臣に就任していたベルエンジェルもその特権を駆使しウィッチの動向を探っていた。ルルナイは教団を誘い出すためベルエンジェルを爆破し山上消滅を試みる。消滅を隠れみのにプレミアをごまかしたベルエンジェル、進化ネクロの英雄たちは再び集うこととなった。有事に備え解散したと見せかけていた共鳴組も再結集。そんな中小惑者はサイコロを振っていた。吸ったもんだの末、小惑者を乗せた船は秘術ウィッチの本殿強欲の魔女を攻撃、ターミナルもろとも崩壊へと導く。小惑者も共鳴組と合流した。しかしウィッチはティア1を占拠、周囲のデッキたちにも危害が及ぶ。再び極点流明の危機、そこへレイダーカシム、そしてリナセント組の10人が進化ネクロの前に集結、戦いに赴く。レイダー、ルルナイ、ベルエンジェルはフラグラの願いを叶えるため、そしてフラグラを救うため秘術の根絶を決意。決戦の地は極点流明。果たして N 戦士たちは未来をつかむことができるのだろうか。アシッドゴーレム何枚出す？ウノのドロフォーか。フラムグラスの命落とした逆襲撃が始まる。劇場版進化ネクロ、ザ・ファイナル、近日公開未定。